ちは、おはようございます。はい、皆さん、はじめまして。近畿大学文化会演劇部サボテン座代表のシロです。2回生のリュウヘイです。2回生のニッシーです。はい、では今回ね、紹介映像ということで、実際サボテン座がどんな活動をしているのか、じゃあ説明お願い、任せてください。サボテン座というのはいろんな活動をしているわけですけれども、一言で言うとそうですね、いろんな活動をしているわけですね。ああ、そう、ふわふわしてるな。まあでも言葉ではね、ちょっと説明しづらいと思うんで、実際に映像を見てもらった方が早いのかなと思います。なので、ちょっと映像の振りをお願いします。はい、では VTR どうぞ。僕が読むのは一人の男の記録です。こいつが許せんのだ。黙れ大地。みんなあんたに何がわかる。そいつのことは俺が一番よく知ってるんだ。わがままでカッコつけたがりで、俺の試合を見に来た時も一番後ろの席に座って黙って帰っていった。達者でな。お嬢さん、約束だ。何かあったら必ず助けに来る。お嬢さん、罪をなすりつけようとしたのはガイズが華麗に解決したんだって。そう書いてあった。やっぱりガイズはかっこいいな。ほら、サボってんじゃない。どうしようと私の勝手ではないか。お前みたいなやつが一番ムカつく。あのおっさんより最低だ。さまざまな行事をサボテン座で行っております。一番どの行事が楽しかったですか？そうですね、寸劇大会とか合宿とかいろいろありますけども、やっぱり一番楽しかったのは合宿ですかね。そうですね、まあ、合宿ってのは1回生から4回生全員が参加するので、その中で、まあ、有効の輪っていうものはとても広められると思うんですよね。あ、まあでもそろそろ時間なので、まあ、サボテン座の詳細情報をお伝えしていきたいと思います。はい、はい、活動日時は、はい、月曜日と木曜日プラス公演期間中は稽古日があります。で、5限終わりの6時45分から9時までとなっております。活動場所は、活動場所は近畿大学クラブセンター内小劇場となっております。はい、まあ映像を見ていただいて皆さんどんな気持ちになりましたでしょうか？もし少しでも興味が出た方はぜひ体験入部などもございますので、ここへお越しください。お待ちしております。ではご清聴ありがとうございました。